クジラって何を食べてるんだろう。それはクジラの種類によって違うよ。ヒゲクジラの餌は魚やプランクトン。海水ごと餌を口に入れてヒゲ板で餌だけをこし取って食べる。で、海水は吐き出すんだ。コククジラは海底の砂ごと口に入れるんだ。で、同じようにヒゲ板でこし取ってカニだけを食べて砂や海水を吐き出すんだ。ハクジラは歯があるから大きな獲物を捕まえるよ。マッコウクジラなんかは10メートルもあるダイオウイカを食べたりするよ。ちなみにシャチもイルカもハクジラの仲間なんだよ。今日も見てくれてありがとう。またねー。